ンとのベッキーと川谷絵音との不倫報道を掲載した株式会社文藝春秋の人気雑誌週刊文春。2016年1月16日号、1月7日発売。そこにはベッキーと川谷絵音との理念メッセージや写真など生々しい不倫の様子が綴られている。スクープをものにする記者の能力の高さ、このスクープにより週刊文春破完売状態になっているという。芸能界のみならず日本中に大きな波紋を呼んだこの記事。記者の尋常ではない努力と精神力、そしてスキルの賜物だろう。まさにプロの仕事である。ネット上で記者の裏話を暴露、そんなベッキー不倫スクープを報じた記者の親戚の女子高生がインターネット上で記者の裏話を暴露。年末年始の時期に記者が苦労して手に入れたスクープの裏側を書き込みしている。以下はその女子高生がツイッターに書き込みしたコメントである。ツイッターの書き込み、親戚のお兄ちゃんが週刊文春のベッキーの記事書いたて聞いてびっくりなんじゃけど、長崎でずっと張り込みしとったらしい。尋常ではない苦労。おそらく記者はあらかじめリネや写真を入手し、ほぼ裏取りが完璧になった状態で最後の仕上げとして川谷絵音の実家である長崎県に出向いたのだろう。長崎でずっと張り込みしとったらしい、とあるように尋常ではない苦労があったはずだ。話題がつきそうにない立場。またこの女子高生は今年一びっくりしたこと、うちのおばちゃんと一緒に旅行に行ったおばさんが手越しの親戚っていう話聞いて興奮したとも書き込みしており、なかなか話題がつきそうにない立場にいるようだ。